和食堂全8種類を紹介したいと思います。できました。並べるとこうなりますな。豪華な食堂です。こんにちは、なおいです。ちゃんちゃん、今日はぐでたま食堂全8種類を紹介したいと思います。リーメントのフィーヤですね。以前はぐでたまカフェですかね、うんうん、などを紹介したと思うんですが、大人気町の食堂って感じですね。はい、はい、こちら全8種類、うん、ぐでたまがちょっとおやすさんの格好。確かにこれがいいね。これが、うん、これが欲しいです ね。何かな。最初は出たー、ガム。ガム。ちなみにこのチューインガムは日本製らしいです。1つ目、これはこの季節にはうってつけのご飯じゃないですか。一つにこれだけ入ってるってすごいですね。それ結構すごいね。お盆だね。ぐでたまのこれに乗せれるんだ。これはそう、これはもうこれ乗せたらわかるな。あ、おでん。ピンポン、おでんです。おでん定食って、あ、おでん定食って書いてるね、ここ。あ、ご飯がつくんだ。定食なんで。なるほど。箸置きが、箸置きがぐでたま。これ難しい、食べれるのかなと思っちゃいますよね、いつもの感じで。確かに違います。これは箸置きです。結構高めの箸置きです、うんうん、仕上げにここに。あー、かわいい。はい、いいね、できた、完成で。しかも蓋もぐでたまなんですよ。おー、いいですね。すごくないですかこれ。いいですね、まっすぐじゃん。はい、全部。はい、これがこれがおでん定食です。いいですね、素敵ですね。次次、親子丼だよ。そうです、うん、親子丼です。あ、ぐでたまを乗せるんだね。はい。あ、いいね。お箸と、あ、お水、冷水ね。何これ。ティリー、おー、茶碗蒸し。はい、親子丼定食です。いいじゃないですか、このぐでたまも乗ってね。あれ、看板です。看板、これも入ってるんだね、どれか一つのシリーズだけ、はい、あ、裏面も一緒だ。これ嬉しいですよね。なんかこう世界観がね、一気にこう。 お茶くるくるって、この手足がちゃんと膝抱えてる。お尻もある。あ、なんてこった、なんてことだ。こんなものにお尻をつけるセンス。チャーハンか。そして乗るんですよね。やっぱりいるんだね。いるんですよ、うん、ぐでたまっていう書いてあるんですよ、お茶に、うん、中もちゃんとお茶もね、別にあって、はい、これいいですな。渋いですね。渋い。次、あ、キャリライス。目玉乗ってるキャリライス。あれ、何これ。あ、卵スープ。はい、でー、おー、いいね、これも玉、あ、温玉カレー定食ですね。温玉カレー定食、これまた素敵ですね。カレーライス。おー、あ、これは下に引くやつか。もうこれでよかっちゃうな。でん、鍋焼きうどん。お、で、でん、でーんと来た。で、これまでついてます。あー、いいね、いいね。はい、やっぱりね、これ大事ですよね。七味、七味ちゃんとぐでたまデザインです。はい、鍋焼きうどん定食です。いいですね。お茶碗、お茶碗、ご飯。おー、ご飯でん、お茶碗もぐでたまだ、地味に。豆乳でん。おー、え、カニ玉。そうです、カニ玉です。何それ。のり玉です。のり玉。はい、ご飯にかけるふりかけ。あー、で、ぐでたまレンゲ。いいですな。これで完成です。次まで、どん。何これ。これお湯、醤油とか、お醤油を乗せる。ああ、ありますよね。あるあるある。卵豆腐。卵豆腐、これメインか。いきます。はい。え、何これ。なんか妖怪みたいなんです。豚。そうです、豚玉丼定食です。豚玉丼、はい、何それ。なんか親子丼の豚肉バージョン。そんなんあるんだ。なんかちょっと怖いんですけど、ね、妖怪みたいなんですけど。妖怪みたい、鼻が歪んでるからね。そう、はい、はい、最後の一押し、ドン。じゃーん、やっぱりこれか。最後はね、おかもちですね。おかもち、これは大事、欲しい。これちゃんと使えるんですよ。そして中は、あれ、ダラララララ、もしかしてラーメン。ラーメンです。なるほど、出前だ、出前でラーメン。うわ、昔ながらの中華そばって感じ。これはラーメン出前セットです。ラーメン出前セット、いいですね。はい、できました。並べるとこうなりますな。豪華な食堂です。完成、完成、食堂。全部並べると圧巻でしたね。圧巻で
ですね。今回もまたね、手の込んだフィギュアだったんじゃないでしょうか。はい。一つずつが細かかったですね。というわけで今日はぐじたま食堂を紹介しました。皆さんも見かけたらぜひぜひ買ってみてください。それでは皆様、さようなら。これいいですよね。ね、いいね。この中になんか隠せないかな。チョコレートとか、ね、隠して。なるほどね。じゃあこのメイドインジャパンのガムを食べてみましょうよ。前回と同じくアップルだ。何の変哲もないアポ味。味すぐなくなるんですよね、それ。若干ミント。そんなありましたっけ前、ミントなんて。すごいミントじゃなくて少し若干爽やか。爽やか。若干ミント。うちのおばあちゃん、編み物ができるんで、うん、この間帰った時にそのなんかこういうの編んでほしいっておばあちゃんに頼んだんですよ、うん、そしたら忙しいからできないって言われたんですよ。で最近おばあちゃんがやることを見つけたから忙しいからできないって言われて、もう何何って聞いたら塗り絵だったんですよ。え塗り絵を始めて、なんかそれで忙しいから編み物はできないって言い出して。何どうしたのおばあちゃん。え幼児化していってんじゃないの。いや大人の塗り絵っていうのがあるんですよ。すごいハイレベルなやつ。なんか水に溶ける色鉛筆があるんですけど、うん、それを使ってなんか塗るやつらしくて、そうだけどその色ん水に溶ける色鉛筆があるっていうことをおばあちゃんは知らなくて、普通の色鉛筆で一生懸命やってたんですよ。でどんなに頑張ってもお手本みたいにならないから、もう私まあ下手くそだ下手くそだってずっと言ってたんですけど、まあお手本見たら普通にちゃんとこう水に溶けてこう淡くなった感じ出てるから、もう絶対無理だよって色鉛筆買わなきゃダメだよって。近くのなんかお店に行ったら24色しかなくて、おばあちゃんは36色が欲しいんだってずっと言ってました。あんたに似ててそういうとこ細かいよね。36色がいいって妙なこだわり持つよね。やっぱ足りないんじゃないですか、グラデーション出す時とかに。85になってもそういうふうになんかこう新しい趣味とかやることを見つけてやってるんだなと思うとね、私は年取った時何もしないだろうなと思って、多分ただ息してるだけだろうな。死んでください。でも死なないんですよ。早く死んでください。そういう話は受け付けませんよ。あ、そうですか。、はい、すみません。ないですか、なんか点描や、僕点描始めたよ、またえ、またですか、うん、それって、精神的におかしくなった時に始めるやつですよね。違う、おやさんの。何何それ、勝手に決めつけてるよ。僕一回も言ったことない。僕さ、精神的におかしくなったら点描始めるんだって言ったこと一回もない。で、おやさんがその点描、うん、の絵、うん、を見た時に、うん、あ、見たっけ。おやさん、そこに私はいませんでしたけど、そのエピソードを聞いたんですよ、うん、おやさん初めて見たと。でもあんなん描く人絶対病気やっておやさん言ってたんですよ、うん、点描みたいな。そう、だから大江さんもやっぱり基本を学んだデッサンができててとかって言うんじゃなくて、ただまあ点点点でこう普通に好きな平面画を描いていくみたいな。点々で A さんって多くない？大きいですね。大きい。完全になんかやばいですよ。子供2、3歳の子がやってたら不安になる。不安になる。いやもう。ラーメン定食、一丁お待たせいたしました。忘れた。